海上保安庁の巡視船が座礁しています。船の傾きなどは上空からは確認できません。海上保安庁によりますと、午前6時半過ぎ、巡視船えちごの乗組員からシーヤハナ付近の浅瀬に乗り上げたと連絡がありました。乗り上げた場所は柏崎市シーヤハナ灯台沖の海上。33人の乗組員に怪我はありませんが、船体は浸水していて油も漏れています。沈没や転覆の恐れはないということですが、12時間近く経った現在も座礁したままの状態です。海難防止を呼びかけている海上保安と、またその巡視船がですね、このような乗り上げを事故を起こしたということは誠に遺憾に思っております。深くお詫び申し上げます。新潟海上保安部によりますと、巡視船えちごはパトロール中にシーヤハナ灯台の明かりが消えていることを乗組員が発見。確認のために近づこうとしたところ、岩場に乗り上げたということです。10メートルぐらいで、小型のボートだと大変だと思いますけれども、まあ、大型船ですので動けないということはありません。ただ浅瀬に近づくっていうのはやっぱり細心の注意が必要だったと思っております。航行は手動で行っていて、人為的なミスの可能性も考えられるといいます。まだ調査中ではありますけれども、その可能性が高いと思っています。少なくとも直前にエンジンが止まってとか、そういう報告は来ておりませんので、直前まで灯台の投下を確認していたということを聞いてますので、機器に問題があったという可能性は低いかなと思ってます。エチゴは自力航行ができない状態で、ダイバーなどが船底の状態を確認中。曳航のめどは立っていません。新潟海上保安部は業務上過失往来危険の疑いも視野に、事故原因の調査を行うとしています。